追加でね、私がね、東京世田谷区成城町555番地から神奈川県の方に、家をちょっと移った時ですね、また本物の人間の上の生物、本物の貴族、ただ、周りは家族はただの本家ですよ、普通のただの人間で。で、私に対して簡単に言えばアンチということでね、私に対抗するために数万人ですね、周りに住んでる人たちが全部敵になるわけですね。で、ちゃんと国がその分お金を出してましてね、対抗させてまして、まあ5万とか10万ぐらいね、対抗すると給料が年間多くもらえるわけですね。そういうような税金とか仕事の関係で政府が組みまして、私に対してアンチということでやっつけるために、そういうふうに1万人とか10万人ね、もう人間がお金をかけて、アンチということでね、対抗してきたんです。で、私が言うんだけど、もしこれ引っ越したら彼らの、賃金減るから困るんじゃないかなという。その分収入、まあまた100万ということもあるわけですね。一人頭で、ね、年間ね。私のアンチとして生きるために政府が都合するわけですよ。で、世界政府なんですけどね、人間だからね。日本だけじゃないんです。で、またね、私にアンチすれば外国人も力貸しまして、外国ので商売をやらせてもらえるとかね、そういう契約をして、生きてましてね。で、まあ現状、人間の税金の仕組みというの中でね、意外と私に対して予算っていうのは今も使ってるわけですね。で、まあ引っ越したりして かわすんですけど、そのせい、教育でね、かなりもう戻れないということで、他にし、そういうアルバイトができないとね。で、今困っているわけですね。もう何十年も戻ってませんけどね。もう何回の時しか戻りませんけど、そういうふうに人間団体はいつも生きてますから、普通の、もし私が人間の上の生物じゃなかったらね、人間はそれに団体に絡まれたらもうおしまいですね。何にも、ダメです。だから物当たりないように、当たらないように人間たちと生きるしかないんでしょうかね。だからもう YouTuber の人たちも非常に気をつけてるんだけどね。ただそれでね、私の方にちょっと、目立ったアプローチだけど攻撃みたいな感じのが来ると、やっぱり目立つから、周りの人がやっぱり、こっちに対して対抗したとしても仕事したというようなことでね、喜ばれるんじゃなくて、やはり目つけられるんで生きられなくなりますね、世界にね。だからそこら辺はね、注意しておかないと、悪いことはやっぱダメですね。私にはね、鏡みたいな反射させるような高知能な道具みたいな、最新兵器じゃないけど、そんなものが多少はあります、仮想的にね。で、SF 映画のスターゲートみたいに、最新技術の防衛システムまでは、もっと進んでますけど、現状、仮想的でありませんからね。何か動くこともあるかもしれませんけれども、まずないと思いますからね。まあ、それで、何か攻撃したら逆に鏡で反射してやられると、こちらにはあまり害にならないということはありますね。だからあんまり長くやってると死にますね、相手がね。私に対して攻撃ばっかりと、自動防御システムみたいなのがあるんでしょうね、宇宙にね。だから、あんまり長くやってると、
悪いことをこっちに攻撃してると人間は死んでいきます。まあ最近だいぶ減ったみたいですね。それでね、何万人もいましたけども、自然に、攻撃したものが逆に返されてね、やられていってるみたいですね。まあそんなことがあります。ちょっと待って、パスタ茹でてましてね。